はい、こんにちは。英語ブロックのリゾートあつしです。今回の動画では英単語について説明していきます。まず英語ブロックのホームページについてなんですけども、主なコンテンツが英単語、ダントツ英文法、仕上げレッスンになります。今回はこの英単語について説明していきます。ダントツ英文法っていうのは中学生の英文法全部合わせてレッスン100まであるんですけども、そちらについて説明しています。仕上げレッスンっていうのは英作文の作り方とか三単元の SU などそのようなものについてまとめています。すべて動画があります。無料で見ることできますので、ぜひ使ってください。おすすめはクロスワードパズルになります。こちらについては他の動画でも説明しているので、そちらの方をぜひ見てください。パスワードチャレンジっていうのもあるので、楽しみながら取り組めると思います。英語ブロックっていう風に検索してもらうと、ホームページが2つあります。英語ブロック .net っていう方は、主に英文法と動画が中心。英語ブロック .com っていう方は、主に英単語とテキストが中心になっています。どちらからでも行ったり来たりはできるので大丈夫です。今回はこちらの英語ブロック .com の方のトップページから進めていきます。今見てもらっているのが英語ブロック .com の方のトップページになります。はい、では英単語のナンバー341から360について説明していきます。まずトップページのこちらの英単語帳というところ、または下をスクロールしてもらって英単語を学ぶ、このどちらかをクリックします。次のページ、スライドショーで学ぶというところですね。こちらをクリックします。そうするとラインナップが出てきます。今回は341から360ですね。こちらのプリントについてはまた最後に説明したいと思います。ではこちらをクリックします。はい、そうするとこのようなスライドショーが出てきます。この右の方の矢印をクリックしていくと、次の説明に行くようになっています。ぜひ使ってみてください。で、今回はこの内容と同じものを使って説明していきます。まず341番、Husband 夫とか旦那さんという意味になります。発音注意っていうのはここの部分ですね。これでハっていうふうに読むというところで注意してください。強く読むとこが最初になります。 Husband で、反対の単語がワイフですね。こちらについては次の342番で説明します。ワイフ、ワイフ、妻とか奥さんとか夫人という意味ですね。で、複数形にする場合にこの F を V に変えてから ES というふうにします。F、FE で終わる語は F を V に変えてから ES ですね。こちらについてはプリント教材、仕上げレッスンの名詞の複数形というところで詳しく説明しています。343番、Jump 発音に注意ですね。ジュじゃなくてジャっていうふうに読みます。動詞だと飛ぶとかジャンプする。過去形、過去分詞形、ED つけて Jump to っていうふうに発音します。前が濁っていないプなので、後ろも濁らないで、になります。発音注意ですね。あとは名詞の方でジャンプ、跳躍っていう意味があって、A high jump だと高飛び、A long jump だと幅飛びのようになります。344番、 Close 発音に注意ですね。 Close って伸ばさないで Close っていうふうに読みます。閉じるとか閉めるという意味になります。同じ意味の単語に shut、反対の単語に open があります。過去形、過去分詞形は d だけつけます。e で終わってるので d だけつけて closed、closed。ing 形は e を取って ing になります。あともう一つ形容詞があるんですね。接近したとか親しい。で、この場合はですね、クロウスっていう風になります。発音に注意です。動詞の時はクロウズですけど、形容詞の時はクロウス。
で、このクロースという単語はニアよりも近いということを表します。たまにしか出てこないですけど、でも出てきた時には読む時に注意してください。345番 out。 out、 in の反対ですね。外へとか外出してとか、あと亡くなってというような意味があります。例えば go out だと外出する、 be out だと外出している。この be はそれぞれの主語と時制に合わせて am にしたり was にしたりします。あと out of ほにゃららで、ほにゃららから外へという意味になります。で、この反対の表現は into ですね。何々の中へというふうになります。あとセルアウトっていうと売り切るとか売り尽くすという意味になります。ソールドアウトっていうのを聞いたことあると思うんですけども、そのソールドっていうのはこのセルが変わった形ですね。はい、では次いきます。346番サン。サン、まず発音に注意ですね。ソではなくてサっていうふうに読みます。サン、息子という意味です。で、同じ発音の単語に太陽のサンがあります。で、反対の単語ですね、こちらについてはその次に出てきます。347番ドーター。ドーター、娘ですね。単語も難しいですし、読むのも難しいんですけども、ドーターというふうに発音します。348番ホープ。ホープ。発音に注意です。ホープって伸ばさないでホープと読みます。動詞だと望むとか期待する。過去形過去分詞形は D だけつけてホープツ。前が濁らないので後ろも濁らないでトゥンになりますね。ホープトゥ。ING 形は E を取ってから ING。あと名詞、希望とか見込みなどの意味があります。動詞で使うことのが多いので、まずこちらの方をしっかり覚えてください。で、wish っていう単語あるんですけども、似てるんですけども、あちらは願うっていうふうに訳すことが多いです。ホープは望む。ウィッシュは願うというふうに考えてください。349番 just。 just、 発音に注意ですね。じゅじゃなくてじゃっていうふうになります。ちょうどとかたった今、あとはただほにゃららだけのような意味もあります。 just now、 たった今、今さっきという意味なんですけど、これ今って書いてあるんですけど、結局ちょっと前のことを言うことになるので過去形の文で使います。あとは just before Christmas だとクリスマスのちょっと前にのような言い方になります。350番ホームワーク。ホームワーク、発音まず注意ですね。ホームではなくてホーム。あとは強く読むところ最初になります。宿題ですね。で、これは使うときに do one's homework のように言います。この one's の部分には my とか his のような所有格を入れて使います。例えば彼が彼の宿題をするなんて言いたいときには he does his homework、 he does his homeworkのような言い方をします。ホームワークって単語一語なので、ここ間開けないで書いてくださいね。なんかホームとワークが離れてしまう場合があるんですけど、くっつけて書いてください。351番 speak。 speak、 まず発音に注意してください。これで speak っていう風に読みます。言語、言葉などを話すとか喋るとか演説するという意味になります。過去形がスポーク、過去分詞形がスポークンというふうになります。あと関連語でスピーチとかスピーカーなどのようなものがあります。詳しくはそれぞれこちらの方の番号で説明しています。スピークは
話しかけるとか言語を話す、演説するですね。特にこの言語を話す、英語を話す、日本語を話すという時に使います。 say というのは、口に出して言うってことで、一般的に使う単語ですね。 talk っていうのはお話をし合うっていう感じで使います。とにかく speak は言葉を話すという時によく使います。352番、Hungry、空腹のとか、飢えた、つまりお腹が減っているという意味ですね。発音に注意してください。これで、はっていうふうに読みます。で、反対の表現、フルについては、その次の353番ですね。こちらで、まず、満腹のという意味があります。この場合は、Hungry と反対の単語ですね。で、もう一つ、いっぱいの満ちた。これは例えば、プールが水でいっぱいですとか、人でいっぱいですのような時に使います。エンプティっていうのが反対の単語になって、空のという意味になっています。こちらについては、986番の方で説明しています。はい、使い方、be full of、ほにゃららだと、ほにゃららでいっぱい。この be は be 動詞を使うということです。あとは、a full moon だと満月、at full speed だと全速力で、のような意味になります。354番、January、1月ですね。強く読むところが一番最初になります。で、1月にっていうふうに言いたいときは、in January。1月、点々点日にっていうふうに言いたいときは on January で、ここは数字を入れます。例えば1だったらば数字の1って書いて、読むときは助数の読み方になります。 first ですね。1月1日にだったらば on January first というふうな言い方をします。355番、3030ですね。30のという形容詞もあります。30番目、第30日っていう時には 30th というふうに言います。この y を i に変えてから eth ですね。 30th。 20という単語、20という単語の助数は 20s なんですけども、それと同じような形ですね。 y を i に変えてから eth になります。で、31っていうふうに言いたいときは31ですね。このハイフンをつけて31、32、33っていうふうに言っていきます。助数の場合は31番目だったらば 31st ですね。ここの部分を first というふうに変えることになります。356番、 Hair 髪の毛ですね。全体も表すし、一本一本も表します。 Dark Hair とか Black Hair というと黒い髪という意味になります。あと A Gray Hair だと、一本の白髪ですね。このような言い方もあります。ただそんなにこのような言い方は出てこなくて、普通にヘアだけで出てくることが多いと思います。357番、 meet 発音に注意ですね。この A のあたりを気をつけて読んでください。意味が肉ですね。同じ発音の単語に meet、 会うがあります。で、肉一切れと言いたいときにはA piece of meat、 このような言い方をします。358番、パーティー、そのままパーティーとか集まりなんですけども、こう一団とか隊のようなものがありますね。ロールプレイングゲームでこう隊になっていくときにパーティーって言いますよね。359番、スポーツ
スポート、発音に注意ですね。スポートっていうふうに読みましょう。スポーツっていう言い方もあるんですけども、単数形の形はこのスポートになります。で、スポートには魚釣りとか狩りとか競馬も入ってきます。日本で考えると魚釣りとか狩りはスポーツではないような感じだと思うんですけども、英語のスポートにはこのようなものも含まれると。はい、最後360番、カラー、カラー、発音に注意ですね。コとかローとかじゃなくて、これでカラーというふうに発音します。色ですね。 A light color だと明るい色、 A dark color だと暗い色、 A warm color 暖色、 A cold color 寒色、このような意味になります。はい、今回の25は以上になります。今見てもらっているのが今回の25をまとめたプリントになります。こちらは先ほど見てもらったスライドショー、こちらの下ですね、こちらにあります。こちらの画像かこのリンク部分クリックしてもらうと、このようなページが開きます。印刷したいときにはこの上の PDF ファイル開いてもらって、このようなページが出てくるので、下のプリンターのマークとか、あと画面上で右クリックをすると、こう印刷っていうのが出てくると思います。そちらから印刷してぜひ使ってみてください。はい、あとその下見ていくと、今度単語テストがあります。印刷したいときにはこちらの PDF ファイルですね、こちらから印刷できます。あと最初に見てもらったこちらのページなんですけども、こちらの25のまとめプリントっていうところを開いてもらうと、今と同じページが開きます。どちらからでもアクセスできるので、ぜひプリントの方も使ってみてください。はい、今回の動画は以上です。ありがとうございました。